私たちは絶対無限の存在から派生した個性のエネルギーで、体験するために存在しているということなのです。そして絶対無限の存在が自分が何者であるか分かるまで体験し続ける旅。宇宙は今その途中なのです。今回は高次元意識体の宇宙存在であるアシュタールが南さんの体を通して人類の知らない宇宙についての真実を語ってくれました。とても貴重な内容です。ぜひとも早めに見てください。そしてご家族やお友達にも共有していただけると嬉しいです。これからレプちゃん関連の動画はセカンドチャンネルのムーの真実でのみ公開していく予定ですので、概要欄のリンクから今のうちにチャンネル登録を済ませておいてください。それではアシュタールです。お聞きください。こんにちは。こうしてお話しできることに感謝します。あなたも私もすべての存在は体験するために存在しています。あなたの目に見える存在も見えない存在もすべてです。私たちは、すべての存在は、みんな例外なく私たちの大元の存在から派生したものなのです。この宇宙はある意識から始まっています。その意識ができた、目を覚ました、生まれた、から、宇宙そのもの、そしてそこに存在するすべてが始まったのです。その大元の意識が絶対無限の存在なのです。呼び方はいろいろありますが、絶対無限の存在は意識、波動エネルギーなのです。意識が生まれたから世界が生まれたのです。そしてこの意識は自分が何者であるか知りたかった。でも一人でいくら知りたいと思っても一人では何もわからない。だから自分を知るために自分をたくさん作り出したのです。意識はエネルギーですから何でも想像することができます。自分をたくさん作り出してたくさんの経験をすれば自分が何者であるのかわかると思ったのです。その大元の絶対無限の存在が体験、経験するために作り出したのがあなたであり、私という存在なのです。あなたイコール私イコール絶対無限の存在だということです。これがワンネス、すべては一つだと言われる理由です。ですから私たちは体験するためにここにいるのです。三次元の物質世界を体験するためにあなたはその三次元的波動領域の惑星に転生し、私はエネルギーとしての体験をするためにこの次元に存在しています。ただ存在しているところが違うだけで、あなたも私も同じものだということです。そして存在しているところが違うのはどちらが偉いとかではなく、同じところにみんながいても体験が似てきて幅が狭まるので、もっと違う体験をするために違う次元を絶対無限の存在が創造し、そしてどの次元の体験をするかはその作り出した存在が決めるのです。同じ絶対無限の存在から派生したもの、存在であっても、それぞれに個性があり、そして全ての体験の選択は自由にその個性に任されているのです。ですので体験、経験、いい経験、悪い経験というものはありません。絶対無限の存在にしてみれば全ては素晴らしい貴重な経験なのです。愛に向かっていこうとする体験も愛から離れようとする体験もどちらも素晴らしい体験だということなのです。喜びの体験も悲しみの体験も絶対無限の存在においては同じ貴重な体験なのです。そしてどの経験をするかは個性のエネルギーに全て任されているということを忘れないでください。絶対無限の存在はそれぞれの自分から派生した個性のエネルギーにどんな体験をするかは全て任せています。個々のエネルギーは何をしても構わないのです。どこまでも自由なのです。だからあなたは自由に何をしても構わないのです。相手との同意があればその相手も絶対無限の存在だから結局は自分なのですが、とどのような体験をしても構わないのです。悲しい体験をしてそこから喜びの体験の楽しさを知ることもあるでしょう。喜びの体験だけが素晴らしくて悲しみを感じる体験はいけないものだということは絶対無限の存在から見れば全くないということです。もしあなたが今この時に何か悲しみを感じる体験をしているとしたら、それはあなたが悲しみの体験をする方向を向いているからなのです。思考はエネルギーですからどこに向かっているかで現実、体験は変わってきます。
ですからもう悲しみを感じる体験は止めようと気持ちをパッと切り替えて楽しい経験を選ぶと宣言すればそちらに意識の方向性が変わりますから現実も体験も楽しい方向へ変わっていくのです。すべてはあなたがどこへあなたの意識エネルギーを向けているかで決まってきます。何かあなたにとって不都合な現実が起きているとしたらその現実を起こしている人、起こしていると思われる人ではなく、あなたがそこにフォーカスしたからその現実が起きてきたのです。あなたが想像したのだから違う現実、体験もあなたが好きなように想像できるのです。絶対無限の存在はどんな体験をするかは全てを個性のエネルギーに任せきっています。あなたが悪い人だと判断した人も同じ絶対無限の存在から派生した個性のエネルギーなのです。そしてその存在も同じように何をしても自由なのです。この話になるとたくさんの疑問が湧いてくると思います。ここでお話しするとすごく長く難しくなってきますのでまたの機会にしますね。とにかく私たちは絶対無限の存在から派生した個性のエネルギーで体験するために存在しているということなのです。そして絶対無限の存在が自分が何者であるか分かるまで体験し続ける旅の途中だということです。そしてどのような体験をするかということはそれぞれの個性エネルギーに任されていて何をしても自由なのです。あなたは私、私はあなた、あなたも私も絶対無限の存在、ワンネスなのです。私であるあなたに愛と感謝、そして平和の光を送ります。ありがとう。明日ある。私たちからもあなたに愛と感謝、そして平和の光を送ります。いかがでしたでしょうか。本当にたくさんの神秘的でためになるお話を聞かせてくださり、アシュタールには感謝の念が止まりません。私がアシュタールであり、アシュタールが私である。なんか素敵です。アシュタール、ありがとう。私はこの南さん経由の情報をムーの感覚を持つ日本のすべての人たちにできるだけ多く、そして一刻も早く広めるための活動をしています。そこで皆様にお願いなのですが、次の3点、チャンネル登録、高評価、ベルマーク通知ボタンのプッシュ、押していってくださると Google さんがこの動画をできるだけ多くの人に拡散してくれるそうなのです。なのでぜひともご協力ください。お願いします。この寺をムーの意識でいっぱいにしましょう。そして次回からもすぐ見ないと削除されるかもしれない内容が続きますので、通知のオンだけは忘れないようにしてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。